内村さんとの初共演について羽生さんに聞いてみると、緊張します。でも頑張って練習してきたんで、お互い練習してきたことが噛み合った時にいい化学反応が起きればいいなって思ってます。内村さんはちょっと勝手がわからなすぎてまだ何とも言えないです。初めての挑戦にまだイメージが湧かない様子。ただそこは共にオリンピックで連覇した者同士、2人で行うリハーサルは昨日が初めてでしたが、互いの演技を見た上で本番に向けて細かな調整を重ねました。似た者同士なんで、お互い多分ここに入る前に相当多分イメージしてきてると思うんですよ。こんな感じなんだねぐらいでできたと思います。やっぱり生で見る迫力は全然違うなって、相乗効果が生まれるような演技をしていきたいです。羽生結弦乗ってステラータは明日から3日間宮城県の積水ハイムスーパーアリーナで開催されます。